今日の話はね、本当に大げさじゃなくて、もう大人の方から子供の方まで、マジでちょっとね、人生変わるかもしれない。そんな話です。ぜひ聞いてください。百州武道具店の動画。悩みがあります。素振りが続かないんです。やる気はあるんですけど、全然続かない。一体どうしたらいいんですか？こんにちは、百州ブログ店のうがです。やってますか？おー、突然ですが皆さん、毎日素振りを続ける科学的な方法が今日明らかになりました。僕の中で、いや本当に悩みわかるんですよ。毎日素振りを続けれてもめちゃくちゃ難しいよね。でもね、その素振りだけじゃなくて、勉強もそうだし、運動もそう、ダイエットもそう、食事もそう、タバコもアルコールもそう、一つのものを続ける続けないって、こうね、自分の習慣にしていくのってすごい大変じゃないですか。やる気はあるのに続かないとか、最初はいいんだけど途中で止まっちゃうとか。今日の話はね、本当に大げさじゃなくて、もう大人の方から子供の方まで、マジでちょっとね、人生変わるかもしれない。そんな話です。ぜひ聞いてください。僕が今ね、一番興味があるのが、物事を続けるこの大切さ、習慣化ってことなんです。ちょっとだけ最初僕の話聞いてくださいね。それまでどんなかったかというと、もう本当に自分に甘くて、何かを続けるってことがすごいできなかったんですよ。例えばそのダイエットにしてもそうだし、素振りにしてもそうだし、3日目ぐらいまで行くんだけど、とにかく続かないの。本当にね、典型的なダメダメ人間なんですよ。そんな時にある一言を聞いたんですよね。それは皆さんご存知、メンタリストのダイゴさんが言ってたんだけど、ダイエットの目標は体重を落とすことではない、ダイエットを続けることだって言ったんですよ。それね、聞いた瞬間ね、何をって思ったんですよ。ダイエットの目標っていうのはもちろん体重を落とすことだと思ってたんですけど、そうじゃないんだって。え？続けることなの？って思った瞬間、ちょっとね、考えが180度変わったんですよね。要するにこういうことなんでね、毎日の体重の増減を考えながらダイエットしたって続かないよと。これ本当同じで、素振りも同じで、毎日の素振りを、あ、上手になったかな、なってないな、なかなか難しいなって考えながらやってたって上手になんないですよ。素振りの目的は続けることにあると、こう考えてみたんです。そしたら、このコロナ騒動始まった3月5日から僕は素振り開始したんですけど、毎日1000本で7万本ぐらい今までずっと続いてます。そしてダイエットの方も4月の頭からかな、1ヶ月遅れて始めて、これで今もうマイナス8キロぐらい落ちてます。とにかく続いてるんですよ。そしてね、その続けられてさえいれば、結果は後からついてくる感じ。そのとにかくその続けることの大切さがもう身に染みてるんです。今ここで言ってる習慣化っていうのはね、何も考えないでも無意識で勝手に続いていくってことなんです。例えばみんな朝起きたら歯磨いて、顔洗って、夜はお風呂入ってするでしょ。その結果、何も考えないでも歯は白いし、顔も綺麗だし、夜はリラックスできてる。これが習慣化だから、素振りも習慣化ができれば毎日続いて剣道も上手になっていく、こういうことなんだよね。いや、そんなこと言うとね、違うの、うがたいと違う、ちょっと聞いてきて。やる気はあるの、俺だってあるの、でも続かないのよとにかくって言うと思うんですよ。でも大丈夫です、今日の話は大丈夫。習慣化っていうのは、やる気やモチベーションとか、その日の気分に頼らないんです。無意識で勝手にできるっていうのが習慣化で、今日の話はその僕の考えじゃないんです。科学的に何をどうやったら続くかっていう方法を話します。ちょっと今日の話じゃない、ここから本題に入ってきます。実は世の中にはすごい論文があったんですよ。これは、カナダのビクトリア大学、2015年にナビン・カーシャルさんっていう方が書かれた論文なんです。ちゃんとした大学の、レポートで、Exercise Habit Information in New Gym Members A Longitudinal Study っていうわけですね。これね、どういうことをやったかというと、これからトレーニングジムに通う、ジムって続かないんだよね行った人はあると分かると思うんだけど、ジムってなかなか続かない。それでこれからジムに通う、111人の人を120日間徹底的に調査観察したんです。そしてジムが続く人と続かない人、これ一体何が違うのか、その鍵を探る研究なんです。それで早速この論文の結論の一つ目をお話ししたいんだけど、何かを習慣づけるためには、まあ、この今回のケースで言うと、ジム通いをずーっと続けられるようになるためには、2ヶ月半必要だったんですよ。その2ヶ月半通うことができたら、その後もずーっと続きます。そのターニングポイントとなるのが2ヶ月半っていうのがはっきり出ましたと。
まずここ。まずはこのね、2ヶ月半っていう数字を覚えてほしいんです。習慣化するためには2ヶ月半必要なんです。2週間でも1週間でも1ヶ月でもないんです。2ヶ月半が必要。っていうとね、違う違う、うがてんじゃん、違う。その2ヶ月半がそもそも続かないんだから困ってんですって言うでしょ？言うと思うよ。僕がだって昔そうだったのね。この論文の結論が2ヶ月半続けようだったら僕これ朝からね、4839円出して買ってないです。違うの。この論文がすごいのはここから結論の2つ目いきます。もちろん誰もがね、その2ヶ月半の間、毎日続けることができれば、習慣になってその先できるって思うんだけど、そんなこと不可能じゃない。時間もないし、現実的じゃない。もちろんその通り書いてるんです。できないよねって書いてるんですよ。この論文の本題はここからなんです。じゃあ、何をどうすればその試練の最初の2ヶ月半を乗り越えることができるのかってことを書いてるんです。ちょっとだけ聞きたいでしょ？興味あるでしょ？何なのか。それは、例えば決まった朝7時なら7時に運動することなのか、それともご褒美なのか、それとも本人のやる気次第なのか、それとも環境、ジムから家が近いとかそういうことなのか、今からズバリ答えをお話しします。この論文によると、物事を習慣化させるために必要な最初の2ヶ月半を乗り越えるために必要だったことは、最初の1ヶ月半に週何回やったかってことだったんです。意味わかります？必要なのはご褒美とかやる気とか環境とかじゃなかったんです。最初の1ヶ月半に週何回トレーニングしたかが大事だったんです。で、その週何回っていうのもちゃんともう分かってます。答えはね、週4だったんです。週4、これが今日一番言いたかったことです。最初の1ヶ月半週4できた子は2ヶ月半その後続いてその先もいけるってことなんですよね。これね、週1じゃダメなんですよ。週2でもダメ、週3でもダメ。この論文の中にちゃんとグラフがあってはっきり出てるんです。素振りに置き換えてみると、週1で1000本やりました、2000本やりましたっていう人はこれ続かないんですよ。習慣化できない。逆に最低週4回100本でも振ってる人の方が長く必ず習慣化できるっていうんです。まさにそのウサギとカメの話を科学的に解説した論文なんですよね。このね、最初の1ヶ月半に週4やるっていうことさえ分かれば、もうね、何でもできるでしょ。例えば英語の勉強を始めたい、そしたら最初の1ヶ月半週4やってください。これから筋トレ始めたい、そしたら最初の1ヶ月半週4やってください。これからダイエット始めたい、そしたら最初の1ヶ月半週4食事制限やってください。これで成功するんです。みんな同じ。すごくない？いや、僕はこんなすごい話はね、小学校の時聞きたかった。いや、でも大丈夫、今からでもできるとか言ってると、こんな話があってちょっとドキッとするかもしれないんだけど、あれ、私の行ってる道場週に2回しか稽古がないなとか、いや、ちょっとね、仕事が忙しくてね、週1しか行けてないんですよっていう話があると思うんですよ。そういう人、多分習慣化までは行ってないと思うんですよね。小学生だったら週に2回だとしたら、稽古やって次の稽古までに忘れちゃってることあるでしょ。それやっぱりね、週2だと習慣化までは行かないみたいなんですよ。でもね、それを先生のせいや道場のせいにするのは僕は絶対間違ってると思う。それはやっぱり自分でやんないといけない。自分で補う、自分を変える。だから素振りやろ。1ヶ月半週4、最低週4、100本でもいいじゃない、素振りやろ。というわけで今日の結論は、素振りを習慣化したいんだったら最初の1ヶ月半週4以上をやろうっていう話でした。僕のチャンネルではこのように小さな階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。